はい、こんにちは、マルサラです。今日はですね、マッシュルームのガーリックオイル漬けを作っていきます。お酒のおつまみ、パンにのせて、パスタに入れて、ぜひ一度作ってみてください。それでは作っていきます。まずですね、今日はマッシュルーム、ちょっと小さめのマッシュルームですね。今日はもし大きい場合は、香りをね楽しむなら薄くスライスしてもいいと思います。まあ、なんとなくね、この形のままやってみたかったので、このまま作っていきます。それではマッシュルームの軸を切っていきます。で、先ほどもお伝えしたんですが、マッシュルームが大きかったり香りをね楽しむ場合は、ここで縦にスライスしましょう。一個だけやりましょうか。まあ、薄くスライスしてもいいですし、まあ、4等分とか5等分ぐらい切りましょう。続いてニンニク、まあ、オイル漬けっていうぐらいですから、ね、オイルで、続いてニンニクです。ガーリックオイル漬けというぐらいなので、ニンニクね3かけ使います。ちなみにマッシュルームの量は今日70から80ぐらいグラムですね、使ってます。マッシュルームの量はそんなに、まあ、多からず少なからずぐらいで、まあ、ご自身の買ってきたやつ全部使ってもいいですし、今マッシュルーム安いですからね。で、ニンニクも、もうちょっとニンニクの量を抑えたい方は、1個か2個にしても大丈夫です。ではね、これ、輪切りでいきましょう。で、この後炒めていきます。それではまず鍋にオリーブオイル大さじ3入れます。で、火つけます。火をつけたら、ここに先ほど切ったニンニク、唐辛子ですね。唐辛子は1本のやつ使ってもいいです。どっちでもいいです。で、これでオリーブオイルにニンニクの香りを移していきます。弱火でじっくりいきますんでね。ニンニクは焦がさないようにしてください。ニンニクのいい香りがします。ここに
マッシュルームを入れます。マッシュルームがしんなりするまで混ぜていってください。火を通します。で塩小さじ2分の1、でここでねしっかり味をつけることによって後でオイル漬けにしますので、それにね負けない味をつけておいてください。あとパンの上に乗せたりパスタに使うときにね、あんまり塩が少ないと味しませんので、ちょっと多いかなぐらいでいいです。この間もずっと火は弱火です。マッシュルームは生でも食べられるものですので、しんなりしたらもう火を消します。こんな感じ。で塩加減は後でオイル漬けにした後でも塩入れられますので、で先ほど炒めたものをタッパーやね瓶に入れます。でここにオリーブオイルがひたひたに浸かるまで入れてきます。まあ、ローリエとかがあれば炒める段階で入れてもいいと思います。これで約一晩味をなじませるために置いてください。で食べるときは、まあ、そのまま冷たいまま食べるよりは一度ね食べる分お皿によそってレンジでチンしてください。パンやパスタ、そのままお酒のあてにもなります。皆さんもぜひ作ってみてください。